俺だよ。ということで、おはようございます、こちらこんばんは、レオジンと申します。コールオブデューティーワールドウォー2実況プレイ取らせていただきます。よろしくお願いいたします。ね、ワールドウォー2、まあもうね、発売してからしばらく経ちましたが、やっぱこの武器がね、強いね。 FG42 やっていきましょう。まあこの武器ね、まあちょっと自分メインで使ってるんですけども、まあなかなかアタッチメントの試行錯誤はなかなか難しくてね、なかなかっていう言葉すごいなかなか好きなんですけど、なかなかね、うん、あのグリップ、クイックドロー、そして拡張曲がり、まあ以上ですね。まあ30発90の120発なんですけども、まあまあまあこんぐらいが、まあ、普通の AR っぽくなってきたかなという感じですね。フラグ、そのフラグやばかったみたいに、それ待てやおい、マジで今の漏らしちゃう。ちょっと頼んだよ、そこ任せ。いいの、ダメみたいですね、ダメみたいですね。タイミングが完全にダメだったね。味方に任せた俺がアホだった。角っことか意外といるんだよ。危ねえ。ここら辺結構顔出しに来る時が多いんでね。あと体力ローなんであまり決めたくない。ちょ待てや、なんでやねなんでああなっちゃうかな。ドクロマークがついてるってことは、つまりそういうことですよね。中にいるということです。いや、スワーカテはもうやってくれたのか。あれが、いや、まだいるもん。かかってこい。あれ、まだいるだろう。ちょっと、SMG じゃないからさ、あんまり近距離得意じゃないけど。はい。ないだろう。そこはいるんだよ。上がってったか、上がってったね。よし、ジャンプ。オーケー。今のは立ち回りが噛み合った瞬間であるな。よし、ちょっとエイムが荒ぶったけど。待ってよ、リロードしてるから。角間がつけたら確かモーションがちょっと若干変わるはずって言ったけど、そう、まあ、ちょっと長くなるんですけどね、まあ、30発でやっといいアサルトライフ、20発はちょっと少なすぎるよな、さすがにな。 OK、 いいエイムだ、今のは悪くない。ああいうエイムを毎試合必ずやっていこうね。いや、伊達にやっぱずっとボット打ちね、練習してたらやっぱりこう上手くなるよね、エイム合わせもね。もう最初の方なんかすごいふざけんなって言いながらずっとやってたけど、だいぶこのゲームに慣れてきたっていう感じでね。遅くない、慣れてくるの。ヒットワンだね。ただ指出しちゃおういるね。いや、これ上か、こっちか、違った、危ねえ。赤点の位置読み間違えた今。あ、来るなこれ。オーケー、やっぱここだよね、ほんとポイントは。オーケー、腰打ちご利用しって感じだね。で、部屋の中にいすぎてもあまり良くはない。こういうところとかでこう見たりとかするのも大事だよね。壁は抜けなかったみたいだ。待つポイント大丈夫。ここのマップはマジで家だと思う。本当にそれ思う。中央下だね。の前に多分上がってくるから、ん、こっち来る、来るかな。いる、ちょっと待って、逃げようか。じゃあ、ハサミスされた。はい、ということで、お呼びを、俺の分身ですね。空挺部隊、呼びたいんですけど、もうちょっと待つか。今じゃないと思う。ダフー、今だ、呼べ。俺の分身を呼ぶんだ。よし、これでいいだろう。あ、うん。さあ、部屋の中取られちゃったので。あそこいるな。下いるな。クーテル隊頑張れ。ちょ、1キル、せめて1キルして、おっと、出れられないじゃないか、こんなとこ。あ、いたな、今。ダフンだ。ちょ、クーテルさん、ちょ、俺の分身、ちょっと、頼むわ、マジで。キルしよう、せめて。せめてキルしようや。いや、キルできてねえな、俺の部隊。ダメだな、マジ。あ、俺もしかしたら空挺部隊より上手くなったんかな。あは、それならしょうがねえ。多分敵が多分家の中取りに行ってると思うから、その後ろの周辺でやっている敵を、いや、借りに行きたい。まあそういうことですよね。
どうだ、後ろか。来るとしたら後ろだよな。いらっしゃらないみたいなんで、リロードしますね。いる、部屋の中。上だな、これ。音をね、聞くっていうの大事ですよ。本当上いるから、これ。だー、もう、分かってんのに。分かってんのに。あ、65キル。もうちょっとやな。フラグ投げたろ。貼り付け、あ、ボーン。よし。タイミング良かったですね。偵察機だ。よし。味方に貢献するぞ。積もってくるところ。なんでなんでなんで、うぅー。なぜそれ負けちゃうの、僕。撃ってんな。撃ってんな。ほら、壁抜きだ。ほらほら。フルメタルジャケットがあればいいんですけどね。拡張マガジンとか、ラピッドファイアには勝てんよな。まあ、人によりますけどね。ちょ、エイムがぐるんじゃった、今。なんでエイムが左にちょっとずるっていくんだろうな。まあ、癖なんでしょうね、おそらくね、僕のね。なんかわかる気がする。まあ、それはもう癖だから、もうね、直しようがない。もう、かも。ね。危ねえ、ショットガン一発耐えた。ということで、勝利することができました。75対74、ギリギリ勝ちました。いやー、強いね、この武器ね。まあ、ただ、人によってはラピッドファイヤーつけたりとか、リフレックスサイトつけたりと、まあ、いろいろ。ね、試行錯誤できるんじゃないかなと思います。まあ、僕は、そうですね、ラピファは抜こうかなって感じですね。やっぱちょっとブレが強くなるのは、中距離、遠距離やれるのがちょっと、ね、いいとこがなくなるかもしれない。まあ、つけるかもしれないけど。では、次の動画でお会いしましょう。ご視聴お疲れ様でした。バイバイ。